お世話になっております。相変わらずの一人でございます。またポケットモンスターソードの続きやっていきたいと思います。ということでこの第二鉱山ですね、行きましょう。あ、なんか新しいやつだね、あれコウモリみたいなやつ。今逃げたけど、え、これしかも何これ、水の中に逃げたけど、飛行水みたいな感じかな、飛行水悪みたいな感じかな、タイプ。あれこいつ戦うの、またビートちゃん、ビートたけし。レベルの低い勝負をするとポケモンたちかわいそうだよね。弱い人間の相手をする気分ではないのですよ。ですが同時に弱い人間は潰してあげるのも優しさですね。弱くないと思い込んでるなら僕に勝負を挑みますか。挑むよ。委員長に選ばれた僕は負けるとかないんですよ。こういう感じの声です多分、おそらくこいつすげえなんかこういうクール気取ってめちゃくちゃ棒読みみたいな感じで、絶対こいつそういう感じですよ、イメージですけど、私の勝手なね、すげえ勝手なイメージですけど、多分こんな感じですよ、絶対そうだと思うな私。これを、あ、やべ、畑落とすあるんだ、そうだ、こいつを倒すために覚えたようなもんだよほとんど。少しは成長しましたね、まあほんの少しですけど。普通にお前負けるぞ、そういうこと言ってると、普通に負けちゃうぞ。うわ強い強い、え、結構強いな、結構強いな。これで、マジカルリーフ行こっか。マジカルリーフ、あー、いい傷薬使うなよお前、ずるいよそれ、いい傷ずるい、いい傷使うなよ、いい傷、いい傷はずるいでしょ、そういうの使うやつはもうせこいんだよ、セコシっていう、お前のあだ名セコシっていう名前にしてあげる、もうずるいから、セコシっていう名前。さっきのさ、なんか水に飛び込んだコウモリみたいなやつ、あいつ欲しいっすね、あいつ多分新しいポケモンじゃない、多分。OK、余裕で倒させていただく、ナイスナイス。ゴチュムなんか知らん、あ、入れ替えね入れ替えね、お前らどうせ雑魚だから普通にぶつぶす。ゴチュム来ましたね、こいつエスパータイプかな、あ、やっぱそうだな、みんなエスパータイプっぽいっすねこいつ。畑落とす、いけ、バゴーン、おい、いいねいいね、いやー地味に知らなかったな、オッケー、いいよいいよ、ここはまあいいよ、やらしとけやらしとけ。いや強いな強いな、でも相手の攻撃が強いっすね割と。マジカルリーフ行こうか、回復するかな相手、オッケー、いいよいいよ、マジカルリーフいけ、ナイス。これでとりあえずやっといて、ゴチムやっといて、こいつエスパーなんだろう、あともう一つ属性なんだろうな、悪かな、悪じゃないかな、悪ではないか、悪だったら食らないか、というかミブルミは別にそのまま戦う、こいつも完全エスパーだよね、エスパーだよね、なんかカービィで出てきそうするね、こいつカービィで出てきそうな、顔してますけど。畑落とす、いけ、いいよ、こっちの方が素早いね、オッケー、ナイス、いいよ、ぶっ潰していく、オッケー、あれ死んだよね、死んだよね、オッケー、ナイス。こいつの方が弱いじゃん、弱いじゃん、めっちゃこいつ進化したら強くなりそうだな、ミブルミ。あ、ポニータ、ポニータ。なんでここでポニータなんでここで原点回帰すんの、こいつ行こっか。こいつ、タイプ的に。なんで今更ポニータウケるわ、これ。なんでポニータなの、ポニータってあるでしょ、あいつでしょ、ポニータ。追い込むことは立派ですよ。OK。ポニータね。来ましたね。あー、色が違うのか。エスパータイプのポニータみたいな感じってことか。オッケー、これ噛みつくでいいんじゃね、普通に。念力やられていく。いや、きついか、これ。いや、こいつスピード遅いな。でも、こいつ特防も結構ありますよね、ガジリガメ。割と。同じレベルでこんだけやってますから、ちゃんと。こいつ割と特防もあるんですね。防御力だけじゃなくて、特防もありそうな感じですね。ガジリガメ。ナイスナイス。お前いいよ。ちゃんと活躍してった。オッケー。炎タイプかな、炎エスパーかな、多分あいつは。オッケー、弱いではなく、ちょっと弱いでしたね。ですから、ジムチャレンジを勝ち上がることはないでしょうから、記念にこれをあげますけどね。リーグカードもらった。ちゃんとくれんだね、こういうやつ。えらいな、相手。ちゃんとそういうところ、細やかな気遣いがあって、いいっすね、こいつ。戦うだけじゃなくて、ちゃんとね。あれ、なんだろう、あいつ、欲しいな、あいつ、ちょっと戦ってみたいっすね。こいつ、なんだろう。あ、こいつは今までいたやつかな、空なくし。あ、でもこれ、多分見た目違いますよね、多分おそらく。私、空なくしって確か、いたっけ、ブラックホワイトでいたかな、確か。あんま記憶にないですけど、地面タイプじゃなかったっけこいつ。だから一発で倒せるかな、倒しちゃうかな、あ、倒しちゃうか、あ、倒せないか、オッケーオッケー、まあいいよ。これ水の波動やってくる、オッケーオッケー。あ、水タイプかこいつ、水地面かな、水地面じゃないか、水タイプか、ただのスーパーボール使って、こうこれいけるかな、オッケー、いけ、頼む、来い、傷薬使おうか、あとオッケーオッケー、来い、頼む、来てくれ、ナイス、オッケー、おっしゃー、ナイス、からなくし、一応捕まえていく、一応こういうのちゃんと捕まえていきたいね、いいよいいよ。ちょっとポケモンセンター戻るのめんどくさいから傷薬使っちゃおうか。とりあえず。またこいつ死んだらね、今後また多分トレーナーと戦っていきますから、そこで経験値もらえなくなると困りますからね。こいつでも多分今までいたポケモンですから、こいつは普通に、牧草を送る。いらない。こいつは。すでに、見たことのあるようなね、ポケモンを育てないから、私は。バックで、傷薬。傷薬ないの？傷薬。傷薬でも使っておきましょう。
20だけ、20か、20はちょっと少ねえな。60回復させちゃおう。もういいや、使っちゃえ。多分あんま火傷薬とか使わねえからな、そもそも。なんかあそこの潜ってたやつ欲しいな。潜ってたやつ、こいつこいつこいつ潜ってたやつ、違う違う、こいつズルックはいらない、ズルックはいらん。あの今潜っててさ、めっちゃ早く動いてたやつ、あいつ珍しい敵じゃねえ、多分逃げるってことは。あんなあいつ欲しいんだけど。葉っぱから行こうか、葉っぱから行けっかな。倒せないでくれ、倒せないでくれ。あ、24レベルめっちゃ高くね。え、やっぱりなんかさ高いよなレベル。なんかトレーナーが持ってるさやつより高くねレベル。なんでこれ、そういう仕様なの今作は。普通にこういうとこで出るさって気が強すぎなんだけど。空元気、うわこれきついわ。空元気はきつい。あ、空元気って、あ、そういうやつか。別に強くなかったな。あ、あれは痛み分けか、私思ったやつ。痛み分け、あの同じぐらいのやつにするみたいな、あの均等にして体力を均等にするみたいな感じのやつ。技なんだっけあれ、痛み分けだっけ。ああいうやつかと思った。オッケー、そしたら普通に違いました。オッケー、これもレベル上がってくのいいな、マジで。マジでいいよな。オッケー、これナイスナイス。これ捕まえていきましょう。これちょっとレベル上げにもなりますしね。オッケー、ナイス。ズルック、悪格闘、こいつは知ってますね。オッケー、ニックネームつけない。オッケー、ボックス送る。バック、バック預ける。オッケー、綺麗な抜け殻。それは知らん。どんなやつかし、こいつこいつこいつ欲しい。え、なんで逃げんのこいつ、捕まえらんないじゃん。あ、こいつ新しいやつじゃね、こいつ新しいやつでしょ、絶対。絶対新しいやつ。あれ、違うかこれ。これ、前作いたか。いや、あいつ欲しいな。あの、なんか、泳いでたやつ。土の中泳いでたやつ欲しいっすね。こいつ多分あれだな。地面タイプだから、ダブルアタックでいこっか。ダブルアタックのも多分知らない。全然知らない。余裕で知らないわ。オッケーオッケー。ちょっと、マジカルリーフやるか。マジカルリーフで知らないか。うわー、きついきつい。オッケーオッケー。まあ、とりあえず、マジカルリーフ死んじゃうかな。相手、多分地面タイプだよね、多分。地面タイプ、死んじゃうかな。あ、死んじゃった。いや、ダメだ。初めにマジカルリーフやれば、多分1とか残ってた可能性あるな。こいつ欲しいな、でも。これ、でもこれ、今作からか？ちょっとよくわかんない。こいつなんだ。こいつはあれじゃん。カメじゃん、カメ。いや、こいつ欲しいな。こいつ欲しいな、マジで。ちょっと待って待って。こいつどうやって手に入んの？こいつ欲しいね。あいつ戦いたいっすね、マジで。こいこいこい。あいつ、あいつ出てこい。これちょっと釣り竿やってみようか。釣り竿、なんかさっきここにコウモリ入ってたやついたんですよね、確か。オッケー。コウモリみたいのが確か、この中、水の中入ってたやつ。あれ？あ、どっちか。あれ？なんかコウモリみたいのいたような気がするんだけどな。コウモリみたいなやつがここの中に入ってく。ドジョッチはちょっといらないな。なんかルビーサファーが多いような気がするな。なんか比較的。マジカルリーフで倒していこっか。まあ、残ったら、でも水地面だよね、相手多分。だから死んじゃうよな、多分。オッケーオッケー。まあいいや。それはそれでいいや。いや、でもレベル高いな、基本。レベル結構、ノラの敵がレベル高いっていうパターンですね。まあいいや、とりあえず。いや、あいつの、あそこのさ、あいつ捕まえたいな、マジで。てか、せめて戦いたい、あいつと。あのやつと。出てこい、頼む。いや、来ないから先行っちゃうか。やっぱ、あと一回これやろ。ここでやって、引いてって。オッケー、来い。なんか来い。来い。来ないか？え、来ない？来るでしょ。ちょっと来ないの。オッケー、来た。遅っ。めっちゃ遅かったな。今光ってんね、光ってんね。うわー、いらねえ。いらねえ。ヘイガニはいらない。ヘイガニは最もいらないわ。うわー、あそこのさ、やっぱ潜ってるやつ欲しいな、あれ。あれ、どうやって手に入れられてんだろう。葉っぱカラーで行きましょう。ナイス。いやー、あれ欲しいっすね。なんか、あんな逃げられるってことは絶対いいやつってことじゃない？多分。いや、そういうパターンのポケモン見るって、これ逆にきついっすね。逆にきついっすね、このゲーム、やっぱり。このゲームなかなかきついな。いや、出てこないかな。ちょっともうちょっと探りましょうか。まあ、こいつと戦おうかな、とりあえず。とりあえずこいつ捕まえましょうか。こいつ新しいやつでしょ、だって多分。噛めてて。マジカルリーフ行きましょうか。マジカルリーフって多分倒せないと思うんですよね、多分。倒せちゃうかな。畑落とすで行こっか。畑落とすでどこまで行くかな。半分行くかな。あー、半分。あー、微妙だな、これ。いや、てか、ま、あれ使えばいいんだ、あれ。クイックボール。っていうか。これで、X でスーパーボール行こう。これで捕まえろ。オッケー。頼む。行ってくれ。これ捕まってくれ。A 連打、A 連打してく。A 連打してくよ。いや、無理か、無理か。捕まえたと思ったら全然捕まえられてないよ。やばい。死んじゃう。死んじゃうぞ。これ、ポケモン変えて、違うやつでちょっと攻撃してみよっか。こいつで、オッケー。ポケモン入れ替える。オッケー。こいつで行って、地面タイプの技やってくるかな、これで。多分、うん。あ、連続切りかな？連続切りやってくる。原子の力。うわ、マジかよ。相性悪すぎでしょ。原子の力いいな、あれが。デザインがいいっすね。かっこいいっすね。
オッケー、これ今一つ、今一つばっかだな。いや、岩タイプもあんのか。これ一回これ追盤もっか。追盤でいく。全然食らないかな。まあそこそこか。あともう一回ぐらいやろうか。乱れひっかきやってくる。頼む、やめてくれ。痛い、痛いからやめてくれ。お、やめてやめて。追盤もっか。もう一回追盤でって、オッケー、一回追盤で、それで、スーパーボール行こっか。いや死んじゃうか。危ねえ、危ない危ない。こいつ結構欲しいからな。オッケー、いいよ。とりあえず、はいはい、X でスーパーボール行きましょう。ナイス、オッケー、いいよ。これで捕まえていきたい。頼む、来い。てか全然進んでないわ。ここでずっとポケモン捕まえてるだけっていうね、回になっちゃいましたね。これライバルと戦ってカメテテを捕まえたぞ。オッケー、こいつ入れよっかな、メンバーに。でもワンパチいらないよな、はっきり言って。ガジリガメのでも進化見たいからな。まあでもいいか、とりあえずこいつは。こいつも確かね、進化系確かもうすでに分かってるんですよね。だこいつもとりあえず牧性置くとこ。まあその後ね、あとでなんか気が済んだら OK、こいつを入れておきたいと思う。あ、いった、来た来た。こいつ欲しい、マジ無理だ。ちょっとここはちょっと飛ばしとこう。めっちゃ時間かかっちゃうから。これ多分この後も出てきそうですから、ね、なんだこれ。マッギョ、マッギョ、マツギョ、マツギョっつうんだっけ。これ前から言ったっすよね。こんな感じのやつなんだ、見た目。マッギョってこんな見たい。これはここの地方だからみたいな感じかな。葉っぱ買って倒しちゃおう。多分こいつ地面タイプだよね。みんな地面タイプなんか。うわ、やばい、死んじゃ死んじゃ。バチンキーまた死んじゃうね。あ、マジかマジか、強いな。結構結構強いっすね。葉っぱからいけ、急所に当たれ。いや、ま、急所に当たったね。オッケー、これ捕まえられっかな。金属音やってくる。いや大丈夫大丈夫、それは大丈夫。ちょっと待って、倒さないで倒さないでよ、倒さないで。特防ガクッと下がっていくが、スーパーボールいけ、頼む、行ってくれ、捕まえてくれ。まあ別にいらないのかこいつ。まあいいや、こいつ殺そう。いらない、こいついらない。もうイラついた、今ので、今のでイラついたから。葉っぱカラーじゃなくてマジカルドリフでいいか。もうこいつは潰していこう、潰していきましょう。こんな雑魚は、雑魚はあのお墓に行かさせてあげますよ。オッケー、まあ普通にいい感じになったわ。なんならいい感じになったわ。ちょうどダメージいい感じ。お、死んじゃったし。うわ最悪、バチンキー死んじゃったわ。じゃあこれちょっとポケモンセンター戻ろっか。これじゃあ戻るしかないな、これ。ガジリガメ、まあいいかな、こいつで。まあ何でもいいんだけど別に。あ、こいつじゃない方がよかったかな。岩タイプだから。いや、こいつじゃない方がよかったな、マジで。ここで捕まえるから関係ねえ。いけ、スーパーボール、ナイス、いいよ、捕まえていきたい。オッケーオッケー。まあ今回これ捕まえる回になっちゃうかな。ポケモンゲットだぜ回かな。ポケモンゲットだぜ回になっちゃいますね、これ。ライバルと戦ってからポケモンゲットだぜ回になっちゃいましたね、これ。うわ、めっちゃめっちゃもらえたし。うわ、経験値もらえたから、もったいねえ、あれマジでもったいないわ。いいえ、ボックス送る。これいつ、これなんかすでに1回でやってほしいわ、このボックス送る。ちょっと待って待って、ここであいつ来てほしい。あ、いたいた、あいついた。ちょっと待って、逃げんの早い、こいつ逃げんの早いわ。フィーよ、フィー。ちょっと待って、やっぱ無理か、あいつ。あいつ使う。ちょっと一回ポケモンセンター戻りましょう。一回ポケモンセンター、てれててってって、これでいけ、ポケモンセンター戻ってくぜ。いいよ、ナイスナイス。ここで戻ってって、それでもう一回行きましょう、あっちに。うわー、あのやつ欲しいな。あの絶対いいやつじゃん、だってあれいいやつでしかないでしょ、あれ。あの泳いでるやつ、なんかなんつんだろう、カブトガニ、カブトガニみたいなやつ。あいつ欲しいな、マジで。あいつ絶対いいやつでしょ。でも今までいたキャラかな、あいつは。なんか見たことあるような、ないような。まあでも同じような感じですからね、大抵。なんつんだろう、その化石系のポケモンは大抵同じですからね、見た目は。オッケー、いいねいいね。このターボがいいね、ターボがめっちゃ速いから。まあとりあえずここ行きましょうか。ここ行って、あー、いましたね、あいつ。これでしか追いつけないって感じかな、多分。そういう感じかな。いや無理か、ズリック出てきた。これ3体出てきたら多分出てこないですから。またこいつ、またこいつだよ。おいおいおい、めんどくせえ、めんどくせえ、お前。またこいつだよ、お前。めんどくさいって、お前マジで。それはないわ、結構だるいなこいつ。マジカルリーフでいけ、ナイス、いいよ、いけー。全然食らねえしね。マットショット。相手何タイプなんだ、地面タイプじゃないの、地面タイプじゃないの。素早さ下がっていく。まあそれはいいよ。マジカルリーフいけ。あ、悪タイプ、悪タイプ、相手なんだろう、悪タイプか。不意打ちなんか使わなかったもんな、確か。だから相手悪タイプなんか。ちょっと待って、状況で相手のタイプ、地面鋼、あ、地面鋼なんだ。鋼タイプもあるんだね。いいよ、いけ。
不意打ちやられてく。なんで不意打ち強いな、ずるい。おいおいおい、もうやばいじゃんこいつ、もう死ぬじゃん、やばいってこれ。ちょっと変えよう。鋼タイプだから、地面タイプいないかな。あ、まあ、炎タイプでいいか。炎タイプでいい。OK、いけよ。トロッコン。地面タイプの技やられたらきついけどね。マットショットとかやられたらきついけど。いや、タイプ一番 やばいんじゃねこれ、タイプ。マットショット。うわ、やばい。死んじゃうか、これ。4倍だよな、これ。うわ、バカバカしたな、これ、完全に。うわ、しかもこっちの方が素早さが下がっちゃった。やばい。これ、終わるな、これ。いけっかな。いや、相手の方が早い。OK。こっちの方が早いっすね。こっちの方が早いんだ。こいつ意外とスピード速いのかな、こいつ、ドロッコンってのは。うわ、ナイスナイス。これはいいよ。これはいいよ。ニトロチャージちょっと倒せないな、ニトロチャージじゃ。いや、ちょっと待って待って。これ、相手強えな、マジで。相手鋼だから、鋼ちょっと対応できないな、こいつらじゃ。あ、地面鋼だから、こいつでガジリガメでいいのか。あ、でもこいつもダメだな。こいつもダメだわ。戦うで、まあ、ニトロチャージしかないから、ニトロチャージ、てか、やっぱ、技が弱いから、今、火炎放射とか覚えないと、ちょっときついね、これ。オッケーオッケー、素早さ上がってくが、まあ、あ、リベンジ。うわ、最悪。いやー、きついな、これ。きついきつい。まあ、いいや、とりあえずここまで行って、はいはい、ここ倒していくよ。次のポケモンを使うと。いう感じで、ワンパチ、ワンパチ行く？どうしようか。ガジリガメかな。いや、きついわ、マジか。こんなきついと思わなかったわ。こいつら強すぎでしょ。オッケー、ガジリガメで。水鉄砲。いけ。いや、ちょっと相手さ、鋼地面きついな。一番タイプ的にきついな。地面タイプ結構きついな。マジで。鋼に対してちょっと対抗技がないな、あんまり。まあ、いや、とりあえずレベル上がっていくって感じで。いや、今の経験値もったいないし死んじゃったから。まあ、いや、とりあえずこいつ戦っていきましょう。いいよ。要するに戦ってくださいとか、戦ってあげますよ、そりゃ。いいよいいよ。ストームが勝負を仕掛けてきた。知らねえ、トロッコン。いや、だから全然進んでないわ。2番道路あそこじゃないですか。2番道路じゃない。なんだっけ。入り口、さっきのすぐ左ですよ。全く進んでない。今、すげえ、えげつないぐらい進んでないですよね、これ。だって、初めから見えてたやつですからね、こいつ。このトレーナー。原子の力大丈夫。炎タイプやらなきゃ大丈夫だよね。いや、これまた回復しとかないとダメだな。今回はこれで終わりしようかな。こいつ戦ったら。こいつ戦ったら終わりにしましょう。オッケー、いいよ。トロッコンを倒していく。急所に当たった、連続で急所に当たるっていうね。マジカルレイフの方がでもいいのかな。でも急所に当たりやすいから結構、本当に割と。だからそっちの方がいいのかな。どっちかわかんないですけど。オッケー。オッケー、ナイスナイス。これでオッケーだね。賞金として手に入れていく。ナイス。あ、オッケー！進化していく。ナイス、ワンパチの様子が。変化していく。まあこれ良かったね。どうせなら今回は。全然進まなかったけど。うわ、かっこいいじゃん。めっちゃかっこいいじゃん。超かっこいいじゃん。パルスワン。パルスワンめっちゃかっこいいじゃん。よかった、こいつ育てといて。めっちゃかっこいい。やっぱ電気タイプはかっこよくなるんだろうな、大抵。犬とか。オッケー。じゃあこれで終わりにしよっかな、とりあえず。全然進んでないわ。だって目の前だもん。目の前、あそこで、あそこ入り口ですか、左側のところ。これで終わりです。じゃあ今回はこれで終わりにさせていただきたいと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それでは。バイバイ。